吉田正史直は、福井県福井市出身のプロ野球選手。右藤左打。オリックスバファローズ所属。妻は、モデル兼管理栄養士で、実業家のユリコ6歳から野球を始めると、福井市立朝雄津小学校、福井市麻雅中学校への在学中は、ボーイズリーグのサバエボーイズに所属していた。本人曰く、遠くへ飛ばしたいという意識が強いと述べている。 鶴ヶ気比高校への進学後は、1年の夏に4番打者として、第91回全国高等学校野球選手権大会に出場。帝京高校との初戦で1安打を放ったが、チームは敗れた。1年の秋に、福井県大会優勝、北新越大会準優勝を果たし、2年の春には、第82回選抜高等学校野球大会へ出場。 開幕戦でもあった1回戦では、中村翔吾擁する天理高校を相手に3安打を放ち、チームの勝利に貢献した。その後も勝ち進んだが、山崎福也を擁する日大3高校との、準々決勝で3打数無安打に抑えられると、チームも敗退した。2年の夏以降は、甲子園球場での全国大会には、出場できなかったが、春夏を通じて4試合で打率。 313、16打数5安打、2打点という成績を残した。高校の2学年先輩に、山田信義、一学年下には、西川龍馬がいた。青山学院大学への進学後には、東都大学の一部リーグで、1年の春季リーグ戦から4番打者に、抜擢。打率、311、1本塁打、7打点を記録し、指名打者として、ベストナインに選ばれた。 周期リーグ戦からは3番打者に定着し2年先輩の4番杉本博史太郎とクリーンナップを組んだ指名打者部門で2期連続のベスト9選出を果たした2年の春期リーグ戦では指名打者から外野手へ転向すると4本塁打を記録外野手部門では初めてのベスト9に選ばれた3年の周期リーグ戦では打率352 三本塁打という内容で外野手として二度目のベストナインを獲得。しかし、チームは二部に降格した。杉本の在学中には、リーグ戦で杉本との二者連続本塁打を3回、達成している。4年の秋には、二部リーグで打率、405本塁打を記録したが、チームの昇格はならなかった。在学中には、トートリーグの一部で、通算72試合に出場。 打率2779本類三38打点12盗塁という成績を残した。大学2年の7月には第39回日米大学野球選手権大会の日本代表3年には第27回ハーレムベースボールウィークの日本代表に選出された4年の6月には2015年ユニバーシアードの日本代表に選出された 大会前に神宮球場で開かれた大学日本代表対 NPB 選抜戦では高橋光成から本塁打を放った。ユニバーシアードでは主に4番打者として日本代表の優勝に貢献。大会後に開かれた U-18 日本代表との走行試合では上野翔太郎と高橋美希也を相手に2打席連続本塁打を放った。 大学の二学年先輩には、杉本の他、東条大輝と、渡辺雄大。一学年先輩には、加藤匠場、一学年後輩には、岡野雄一郎がいた。2015年の NPB ドラフト会議で、オリックスから一巡目で指名。契約金一億円、年俸千五百万円という条件で入団した。背番号は34。オリックスは、この会議で、 JR 西日本から杉本を従順目で指名。二人とも入団したことによって、大学以来のチームメイトになった。なお、球団としては、どうしても和製大砲が欲しかったんですとの理由で1位、指名したが、本人は、糸井義雄、T 岡田、後藤俊夫氏と左の素晴らしい外野手がたくさんいる、ことから、オリックスからの1位指名は想像していなかったとの、ことである。 2016年には、春季キャンプ前の新人号同時視トレーニング中に、全身球団の OB である一郎と、ホットモットフィールド神戸で、初めて対面。一郎から直々に、青学の小屋なという声をかけられた。しかし、トレーニングの2日目に、左ふくらはぎの筋膜炎を発症し、春季キャンプのスタートを2軍で迎えた。キャンプ序盤の2月6日に一軍へ昇格したが、 当日の打撃練習で右脇腹の違和感を訴えたため2日後に2軍へ戻された3月16日には広島東洋カープとのウエスタンリーグ公式戦に指名打者で出場実戦2試合目でプロ初本塁打を記録したオープン戦最終カードの阪神タイガースとの3連戦から再び1軍へ合流すると3試合すべてでスタメンに起用3月19日は 3回裏の第2打席で、藤川球児から、京セラドーム3階席前面の壁を直撃する、本塁打を放った。オープン戦通算で13打数4の安打を記録する、一軍監督の福良純一より、指名打者としての開幕スタメン起用を明言され、3月25日の埼玉西部ライオンズとの開幕戦で、一番、指名打者として、スタメンで一軍公式戦にデビュー。 本人曰く、中学生以来の一番起用とのことだったが、7回表の第3打席で一軍公式戦初安打を放つなど、フル出場で5打数に安打を記録した。さらに、開幕戦から6試合連続安打を達成。しかし、スタメン起用が続くうちに、腰椎の追患万象に見舞われた。外野の守備へつけないほどにまで症状が悪化したため、4月24日に、 出場選手登録を抹消された。8月12日に一軍へ復帰し、8月18日の対北海道日本ハムファイターズ戦で1軍公式戦初本塁打を放った。8月26日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦以降は30試合で3番打者に起用されると旧本塁打を記録。翌27日の同カードでは一回表の第一。 打席から2打席連続で本塁打を放っている。チームのシーズン最終戦であった10月1日の大楽天戦では、オリックスの新人選手としては1969年の加藤秀次来47年ぶりに一軍公式戦の4番打者に起用された。レギュラーシーズン全体では、前述した故障の影響で一軍公式戦への出場が63試合にとどまり、 打席数もパシフィックリーグの規定打席を下回った。それでも打率290、10本塁打、34打点を記録。オプスは854、RC27 は6.09に達した。守備面では左翼手として44試合でスタメンに起用されたほか右翼手として9試合、指名打者として8試合に出場した。シーズン終了後に 台湾で開かれたアジアウィンターリーグでは、ウエスタンリーグ選抜の主軸打者として、全18試合に出場。打率、本類打、アンダ数、類打数、打点の5部門でいずれもトップの成績を残した、結果、最優秀打者に選ばれた。帰国後の12月20日に、年俸2100万円という条件で契約を公開。2017年には、公式戦、 全143試合出場を目標に地元の鯖江市で指導した。前年のシーズン終盤以降の活躍に加えて、国内 FA 県の講師によって、阪神へ移籍した糸井義雄の穴を埋める、中軸打者、レギュラー外野手候補として周囲から高い期待を寄せられたが、オープン戦の終盤に腰痛が再発。後の診察で、急性筋性腰痛の発症が判明し、 開幕一軍のメンバーから外れた。5月10日に、ウエスタンリーグの対広島東洋ガープ戦で、2番左翼手として、スタメンで実戦に復帰。1回裏の第1打席で、本塁打を放ったが、試合後に腰痛を訴えたため、再び戦線を離れた。7月9日の対千葉ロッテマリームズ戦に、3番指名打者として、この年初めて一軍の公式戦に出場。 翌10日の対日本ハム戦では、1回裏の第1打席で、右翼スタンド5階席に推定飛距離130メートルの本塁打を放った。同月下旬以降は、首脳陣が攻撃重視の打線を組んだことから、8試合で1番打者、9試合で2番打者に起用。8月8日の対西部戦では、2年連続の1試合、2本塁打を2打席連続で記録した。 8月16日の対福岡ソフトバンクホークス戦以降はシーズン終了まで再び3番打者に起用9月3日の対西部戦で2年連続の一軍公式戦シーズン2桁本塁打を達成したシーズン終盤の10月4日に電部の脳を除去する手術を受けたが登録の抹消には至らず手術後にも一軍公式戦2試合へ出場した 前述した腰痛や手術の影響で一軍公式戦への出場は64試合にとどまったが打率311、12本塁打38打点を記録。いずれも前年を上回る成績でオプスは928、RC27 は7.4日に達した。打順では1番や2番に起用されることもあったが主に3番打者として起用された。 守備面では、主に右翼手で出場したが、左翼手として16試合、中堅手として1試合、指名打者として10試合にそれぞれスタメン出場した。なお、シーズン終了後の第1回アジアプロ野球チャンピオンシップには、日本代表として選ばれることが内定していたが、前述した海を除去する処置を受けたため、正式発表の前に代表入りを辞退した。 その後、周期キャンプへの参加も辞退し、11月下旬に腰の手術を受けた。12月6日に推定年俸3100万円という条件で契約を公開。2018年には、前年に腰の手術を受けたことを考慮されて、春季キャンプを二軍でスタート。故障しない体作り、走行手べての面でのレベルアップをテーマに、体幹トレーニングなどへ取り組んだ。 キャンプ序盤の2月4日には野球日本代表監督の稲葉敦敷から2020年東京オリンピック野球日本代表の代表候補であることを告げられた。キャンプ終盤から一軍へ合流すると3月30日にはソフトバンクとのレギュラーシーズン開幕戦で3番左翼手としてスタメンに起用。5月22日の対楽天戦では3回表の 第2打席でシーズン6号本塁打、4回表の第3打席で2点的時打、6回表の第4打席で2塁打を記録した。8回表の第5打席でも長打を放って3塁へ進んだが、2塁から3塁への進塁が早急間の進塁とみなされ、サイクルヒットの達成はならなかった。入団後初めて出場した聖波交流戦では、 6月7日の大阪新戦で1、軍公式戦初の三塁打、6月13日の対、広島戦で3年連続のシーズン2桁本塁打を記録。全18試合に出場すると、打率、397、3本塁打、10打点、出塁率、477、得点圏打率、500という好成績でチームをパリーグ球団の最高順位へ導いたことから、 交流戦の MVP に選ばれた。交流戦の最終戦で、右足の関節を捻挫し、自力で歩けないままダイソーを送られたが、翌22日から再開されたパリーグの公式戦では、代打での出場を経て、スタメンに復帰している。オールスターゲームには、ファン投票、選手間投票とも、パリーグ外野手部門の3位に入り、初出場。月日の、 第一戦ではパリーグ選抜の5番指名打者としてスタメンに起用されると1回裏の第一打席でオールスターゲーム初アンダー初打点を松坂大輔からの敵地打で記録した。レギュラーシーズンでは全143試合への出場を果たし規定打席へ初めて到達。打率32126本塁が86 打点という好成績を残した。オフに5400万円増の推定年俸8500万円で契約を公開した。2019年にはオープン戦期間中の3月上旬に京セラドーム大阪で開かれた日本代表の強化試合にプロ入り後初めて日本代表の一員として選出2試合ともスタメンでクリーンアップの一角を任され、 第2戦では1回裏の第1打席で満塁本塁打を放った。シーズンでは開幕から4番打者に起用。開幕当初は打率が1割を切るほどの打撃不振でシーズン初本塁打を放ったのは開幕11試合目の4月11日の対ロッテ戦第3打席だった。それでも5月21日に京セラドームでもされた同カードでオリックスの選手としては初めて 入団1年目からの4年連続シーズン2桁本塁打を自己最速のペースで達成した。前年に MVP を獲得した聖波交流戦で再び調子を落としたもののオールスターゲームにはファン投票、選手間投票を経て2年連続で出場。7月13日の第2戦では3番左翼手としてのスタメン起用で同ゲーム初本塁打を放ちパリーグの選手から 唯一の関東選手に選ばれた。レギュラーシーズンの終盤には森友成との間でリーグ首位打者争いを展開。打率329で先にシーズンを終えた森には僅差で及ばなかったもののリーグ2位の打率322を記録した。さらに2年連続の全143試合出場で自己最多の29本塁打を放ったほか、 7月度と9.10月度の月間 MVP にも選ばれた。シーズン終了後は11月に開催の第2回 WBSC プレミア12に日本代表として出場。チームとしては谷義友以来の2年連続ベストナイン選出も果たした。プレミア12終了後の11月29日に推定年報2億円という好条件で契約を公開。 オリックスハイノキの選手が入団5年目で1億円以上の年俸となった事例は一郎がブルーウェーブ時代の1996年に推定年俸1億8000万円で契約を公開したことについで2人目である。2020年には8月に打率430で月間 MVP を受賞するなどシーズンを通じて高い打率を維持。 一軍公式戦で3年連続の全試合出場を果たすとともに通算打率350でチームの生え抜き選手としては2000年の一路以来20年ぶりに首位打者のタイトルを獲得した NPB の一軍公式戦において平成生まれの選手がレギュラーシーズンの最終規定打席に到達した上で350以上の打率でシーズンを終えた事例は吉田が初めてである 開幕から1ヶ月余りの間に7本の本塁打を放ちながら通算の本塁打数は14本にとどまったが3年続けてパリーグの外野手部門でベストナインに選出一軍公式戦ではリーグで10番目に多い、e、492打席に立ちながら三振の総数はわずか29個でリーグの規定打席到達者では最も少なかった千二十一年には チームの選手会長へ就任。球団との契約交渉を初めて代理人に委ねた上で1月4日から西川、春樹などとともに沖縄県内で実主トレーニングに臨んでいたことから契約公開を春季キャンプインの直前にまで持ち越した。公開後の年俸は2億8000万円で出来高分を除いた推定額ながら NPB6 年目の野手としては 歴代最高額とされる。その一方で、公開後の記者会見では、ポスティングシステムを通じた MLB への挑戦を検討する可能性があることを示唆。公開の席で、球団に対して MLB 挑戦へのビジョンを伝えたことも明かした。なお、レギュラーシーズンの開幕当初は、前年のシーズン途中から一軍を指揮する中島佐の方針で二番打者へ随時起用。 チーム全体の得点力を高めるための起用であったが、杉本が4番打者に固定された5月からは、大学時代に続いて3番打者を務めている。また、5月15日の大楽天戦では、MLB のニューヨークヤンキースから8年ぶりに楽天へ復帰した田中雅宏と初めて対戦。6回裏の第3打席で左翼フェンスをわずかに通過する打球を放ったところ、 楽天側のリクエストによるリプレイ検証の末に一軍公式戦通算99本目の本類だと認定された。2019年5月24日、楽天生命パーク宮城にて身長 173cm と野球選手としては小柄だが、オリックス OB の角田博水を彷彿させる左の長距離打者。手動計測ながら、 学生時代に50メートル走で6秒2を記録したほどの瞬速と、遠投で100メートルを記録したほどの強肩の持ち主でもある。ホームランバッターに対する憧れは強く、インタビューで僕自身、子供の頃にホームランバッターに憧れていたので、僕もそういう存在になりたい。今、野球界全体を見渡しても、野球をする子供が減ってるじゃないですか。 僕のホームランを見たいというのがきっかけになって、野球人口も増えたらいいなと思いますとも述べ、変わらないし、変えられないとして、長距離打者としてのこだわりを示す一方で、ボールに対するコンタクト率を意識しているんですとも、語っている。スイングは状況に応じて、投球ラインに沿って、バットを入れる、上から叩く、下からバットを入れるの3つのスタイルを使い分けている。また、 探求心を持って自分のバッティングに向き合うことを楽しみながらベストスイングの形を打席の中で再現できる可能性を高くできればその延長線上にホームランがある打てると感じた球を打っていくのが自分の打撃スタイルと語っている高校時代には力みなくバットが振れヘッドスピードが速く芯でボールを捉える技術が高い高打者オリックスへの入団当初は 高角に強い打球を打ち分ける長距離打者という評価を受けていた。オリックス入団後の2シーズンには上記の評価から一転して長打力を示すアイセップが0.2030.206と高い数値で推移。この時期にはいわゆるプルヒッターらしい傾向が顕著に現れていた。現に全打球に占める右翼方向への打球の比率が2年連続で40%を 上回っていて、本塁打も通算22本中20本が右翼方向に飛んでいた。その一方で、バットコントロールと選球眼のバランスも非常によく、三振率 13.2%11.9%、支球率 9.7%14.2% とも高い水準で推移。左投手と対戦した場合のオプスも822 946で推移するなど、左投手をほとんど苦にしていなかった。もっとも、本拠地の京セラドーム大阪で、和田武氏から一軍公式戦での初本塁打を放った際には、上記の傾向とは逆に打球が左翼の方向へ飛んだことから、今までにない感覚で、左投手から左方向に打てたことが良かったと語っている。オリックス入団3年目の2018年からは、 2020年シーズン終了時点で3年連続の全試合出場と最終規定打席到達を果たしながら、いずれの年も320以上の高打率をマーク。NPB でこの条件をすべて満たした打者は、ブルーウェーブ時代の一郎にまで遡る。打率350で首位打者のタイトルを初めて獲得した2020年には、 通算492打席で72支球を選んだのに対して三振をパリーグの規定打席到達者で最も少ない29個にとどめたことでシーズン終了後に日韓スポーツから理想的な打者との評価を受けるに至った。セパニーリング分立後の NPB1 軍公式戦において シーズン通算で70個以上の支給と、シーズン通算で30個以下の三振という条件を、いずれも満たした、主位打者は、長島修行と、張本伊に次いで3人目。パリーグでは、長本以来46年ぶりである。ちなみに、2020年の公式戦における、PAK も、パリーグ1位の16.95を記録。 この年のセントラルリーグ規定打席到達者で三振が最も少なかった宮崎敏郎の15.86をもしのいでいたが吉田が一個でも三振を喫した試合でのチームの勝率は公式戦全120試合における通算勝率を大きく下回っていた少年時代にメジャーリーグ公式戦のテレビ中継を見る機会が多かったことから自身と同じ 右投げ左打ちのブライス・ハーパーを憧れの対象で目標の選手に挙げている。オリックスへの入団時には自身の強い希望で背番号を34に決めた。青山学院大学時代の監督である全派厚しい枠、守備も足も肩も平凡だけど野球に取り組む姿勢が入学当初からズば抜けていて強く振ることができる強打者だった。やはりものが違います。 他のプロに行きたいと言っている選手とは思考力や行動力が違いました。魅力的なスイングの持ち主なのでプロでもある程度は活躍できるとは思いますから怪我をしない体を作っていってほしいですねと述べている。NPB ドラフト会議での一巡目指名に至ったターニングポイントとして大学4年時にユニバーシアード野球日本代表へ参加したことを挙げている。 同学年のチームメイトだった高山俊也茂木英五郎が東京六大学野球で実力を培っている一方で自分は東都大学野球2部リーグでのプレーを余儀なくされていたことへの悔しさが勝負強さを改眼させる上で大きな原動力になったという福井が野球人生の原点ということをインタビューなどでしばしば言及している オリックス2年目の2017年には、春季キャンプの直前に、自身が所属していた、少年野球チームの後輩である、岸本敦木や玉村博則と共に、自主トレーニングへ取り組んだ。向上心、探求心、反骨心が旺盛なことを、自身の性格の特徴に挙げている。二千十六年のオフシーズンに、ハンマー投げ選手の室伏広治へ、直筆の手紙を送った縁から、 2017年以降は、春季キャンプの前に、室伏氏からトレーニングの指導を受けている。2018年1月には、自分自身に打ち勝つこと、1日1日を大切に過ごすこと、規定打席到達を目標に、糸井や柳田裕樹と一緒に、グアムで自主トレーニングを観光した。オリックスへの入団後に、持ち味の力強いバッティングスタイルを活かした動画を、プロデュース。 2018年以降に京セラドームでも用されるホームゲームでは吉田がチャンスで打席を迎えた際にマッチョ動画をスコアボードの大型ビジョンで流すとともにこの動画と連動したダンベル型の応援グッズを球団公認で販売している張り切りアを辞任する性格ゆえにオリックスへの入団当初は腰痛を頻繁に発症していた2017年のシーズン途中までは スイングの最後までバットを両手で握り続けていたが自分で靴下も履けないほどにまで腰の状態が悪化。これを機に腰への負担の軽減と打球の飛距離アップを両立すべくスイングのフォロースルーでバットから片手を離している。さらに2017年のシーズン終了後に腰の手術を受けたことがこうそうして2018年以降は一軍で レギュラーシーズンの全試合出場を続けている。社会貢献活動への関心が高く、2018年にパリーグ公式戦の規定打席へ初めて到達したことを機に、本類打1本につき10万円を国境なき子供たちを通じて寄付している。ありがとうございます。